きっとこの事業はすごく伸びるだろうとは思ったんですけど、この先があるんじゃないか、これまでの SNS とかの世界観とはアンチテーゼになっていくんじゃないかなっていうのは。はい、始まりました、事業家の DNA。 本日のゲストはイリアムのプロダクトオーナーを務めてらっしゃる真野べこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、もう早速あの真鍋さんに今急成長中の事業イリアムのことだったりとか、あるいはその真鍋さんについていろいろこう深く聞いていけたらなというふうに思います。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、イリアムっていう事業プロダクト、まあ、もちろん僕たちは知ってるんですけど、まあ、これをあのご存じない視聴者の方もいらっしゃると思うんで、簡単にちょっと真鍋さんの方からイリアムの説明をお願いします。イリアムっていうのは一言で言うとライブ配信のキャラクター版っていうような感じですと、キャラクターでこう自己表現っていうと VTuber みたいなものなのかっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、すごく近くて、ただ VTuber ってすごくやるのにコストがかかって、機材を用意したりとかモデリングしたりとかってあるんですけど、うちのサービスはまあスマホアプリでイラストを読み込ましたらそれがこう自動で AI でモデリングされて、こうキャラクターを動かすことができるみたいな感じのまあ部分が差になってるっていうような感じですね。VTuber って結構前から割と盛り上がってたのかなって僕もちょっと見てて思ったんですけど、なんでその VTuber がある中でライブ配信に着目したんですか？もともとイリアムを立ち上げた時のそのメンバーというか会社が VTuber が一番最初に盛り上がった2017年の最初こうボーンってブームが来た時に、こう四天王って言われるこう5人の VTuber がいたんですけれども、でそのうちの1人を手掛けてたあの会社とかメンバーだったんですよね。そのブームがボーンって来てる時に、なんかきっとこの事業はこうタレント事業としてまあすごく伸びるだろうとは思ったんですけど、この先があるんじゃないかってことを、まあ、その可能性を感じたからっていう感じですかね。その先っていうのはなんかどんな可能性だったの？その可能性っていうのは、一言で言うとこのキャラクターになって人が表現するっていうことの可能性で、キャラクターが人の価値をすごく引き出してくれるんじゃないかっていうことを思っていて、でそれはもちろんタレントビジネスでもそれが起きるんだけど、それはもっと多くの人に民主化すべきというか、開かれたものになっていくだろうっていうふうに考えていて、我々はプラットフォーマーとして誰でもそのキャラクターになって自己表現できるっていう、こっちの母数の積分の方にやっぱ価値があるんじゃないかって思ったのがブームだったんですけど、そのさなかでこうイリアムみたいなもう少し先のフェーズのサービスをやろうと思ったこうきっかけっていう感じです。なんかキャラクターが人の可能性を引き出すって、なんか僕もすごい好きな言葉なんですけど、本当にこう引き出されたこう瞬間とか、なんか実際にこうユーザーさんに届けられた価値とかって、なんか具体的な話が聞きたいなと思ったんですけど。そうですね、やっぱりこの容姿にこの自信がない方だったりとか、あるいはこの、まあ、社会的に顔を晒すのがこう嫌な人とかが、そういう現実世界の容姿とか、まあ、立場とか、例えば人種とか性別みたいなものにとらわれないで自分のアイデンティティを持ってコミュニケーションを取れるっていうところが、やっぱ特にこのライバーさんからはすごくいいって言ってくれることが多かったですね。例えば僕がここでなんか急に女装癖があって、ですごい女性として扱われたいっていうことを思ってたとしても、まあ、やってもいいんですけど、なかなかその社会的な目とか、まあ、我々は現実のフィルターってそれを呼んでるんですけど、まあ、そういうのがあってなかなかこう息苦しさがあると。でライバーさんとかの中でも実はこう魔王みたいなのになってみたかった。現実世界では結構おとなしめなんだけど、人をちょっといじったりとか、エスっ気のあるキャラクターとかが、本当はの自分なんだっていう時に、その魔王のキャラクターで魔王をやったりとか、なんかちょっとこう女王様っぽいこうキャラクターで、コミュニケーション一環としてこうリスナーさんをこう罵倒するみたいなことを楽しみたりとかって、する人ってすごいたくさんいて、普段生きててこうなんかなかなか出せない自分とか、まあ、本当は可能性のある個性みたいなものをそう引き出すっていうのがやっぱキャラクター、まあ、本当に文字通りのキャラっていう、はいはいはい、めちゃくちゃ動きがサクサクしてるというか、ツナとしてもなんかめちゃくちゃ聞き心地がいい、はい、けどいくらキャラクターといえどその現実とのシンク度合いって詰まる上で大事なのかなと思っていて、なんかそのあたり工夫されてることとかなんかあったりするんですか、技術的に。モーションライブ方式っていう、まあ、独自の技術を開発していて、例えばここで今話してるんですけど、ここのラグがこう 0.1 秒ぐらいなんですよね。 YouTube だとライブ配信だと、まあ、数秒のラグがあるんですけど、まあ、そこはすごい 0.1 秒でも電話より早いんですけど、すごいな。
まあ、ちょっと遠く離れた人よりも早くコミュニケーションを取れるんですよね。なんでやっぱそこに注力してるかっていうと、はい、我々のサービスっていうのはコミュニケーションの価値を上げるってことをまあすごい重要視していて、でキャラクターになることもさっき言ったように、まあ、その一つなんですよね。ここでこうやってコミュニケーション取るよりも、まあ、僕がもしかしたら魔王としてこうコミュニケーション取ってる方がまあいいかもしれない。互いにキャラになることもコミュニケーションの価値にすごく寄与するし、ここでこうリアルタイムでレスポンスがすごくある形でコミュニケーションを取るのって、まあ、すごく体験価値が高くて、これがなんかこうお天気お姉さんみたいな感じで喋って、でこうリアクションがこう数秒あって、はいはい、でそこからってなるとなんか急に話しにくくなっちゃう。確かに全然違いますね。だからここの 0.1 秒っていうのもものすごい重要な要素だなっていうふうに思って、まあ、そこにすごく注力貯金したっていう感じです。なるほどな。コミュニケーションの価値を追求するゆえの難しさってあるなっていうふうに予想してるんですけど、例えばその何かコンテンツを作ってあとはそれをこう見てくださる方に価値を委ねるというところだと、もうコンテンツは決まっているんで そこは動かないじゃないですか。でもなんかコミュニケーションって双方がずっと動き続けるじゃないですか。だからより不確実でその予期せぬ事態とか作りたい価値じゃない方向にこう価値が作られていってしまうみたいなケースって往々にしてあるなっていうふうに予想してるんですけど、そういった難しさとかなんか具体的な話とかってあったりしました？ここまでのコミュニケーションの価値って、例えばこの3人の中でなんか共通のコンテクストみたいなのがあって、うん、まあ、遠山さんがないないって言ったら僕がないないっていうみたいなのがこうお決まりになっていると、はい、でそういうようなコンテクストがこう積み上がっていって、それに乗っかるのがすごい楽しかったりすると、うん、もっと言うと寺本さんはこういうキャラで僕はこういうキャラで、で、遠山さんはこういうキャラだからこういうことが言うのが許されるみたいな、うんうん、そういうコンテクストありきなんですよね、うん、例えばその遠山さんになんかいきなりこうお前そんなんだからダメなんだよみたいなことをこの、まあ、結構初対面に近い時に言ったら、まあ、それは結構パワハラだと思うんですけど、はい、もしかしたらすごくこうコンテクストが積み上がっていて、でものすごく仲良くて、で冗談としてそれを言うんだったら例えば許されるとかってあると思うんですよね、うんうんうん、それがやっぱりすごく分かりにくい。でそのコミュニケーションの価値ってそのコミュニティのコンテクストの上に成り立っているから、傍から見てなんかこれは良くないんじゃないかみたいな、このコミュニケーションは良くないんじゃないかって外側から判断実はできないんですよね。イリアムの中にその、まあ、パイ投げっていうギフトがあるんですけど、まあ、ケーキみたいなポポンって投げるギフトなんですけど、はい、何も知らない人から見ると失礼そうですね、ライバーさんとかパイ投げするの失礼、確かに、はい、でも実際当人たちはそれを避けるゲームとかで盛り上がってるわけなんですよ、うんうんうん、そういうこととかっていうのはやっぱ勝手に判断しないで、そのコミュニティごとのコンテクストをちゃんと思いやんなくちゃいけないっていうのが、うん、コミュニティサービスのコミュニケーション価値考える上で難しいなって思ってる。なるほどな。今なんかコミュニティ単位のそのコンテクストを育てていくみたいな話がありましたけど、それで言うとそのイリアムの大事にしているこうバリューの一つにそのコミュニティファーストってあるじゃないですか、はい、あれって具体的にはなんかどういうことなんですか？イリアムには3つバリューがあって、はい、まあ、そのうちの一つがコミュニティファーストっていうものなんですけど、コミュニティファーストって聞くとコミュニティ大事にしようみたいな感じに聞こえるかもしれないんですけど、うんうん、我々が何か作ってそれをこう享受するっていうような、うん、我々が何かの作品では何でも何でもなくて、主役がこうユーザーさんなんだと、うん、まあ、ライバーさんリスナーさんの何かこうコミュニティに対して熱量があって、で我々がそこに風を送ってあげたりとか、うん、その熱量に薪をくべてあげるっていうのが、うん、まあ、すごくこう我々のスタンスとしてはすごい大事だっていうふうにま考えていて、うん、なんかそういうあり方のことをコミュニティファーストっていうふうに呼んで、うん、まあ、チームで一番大事にしていることですね。やっぱりユーザーファーストってよくこうサービス作りの世界で言われることあるじゃないですか、うんうん、はいはい、そこをあえてコミュニティにしているところにはやっぱりこだわりがあるんですよね、はいはいはい、そうですね、はい、めちゃめちゃあって、はい、このコミュニティで積み上げているコンテクストがやっぱ価値なのであって、うん、でそれってそのコミュニティのうちの一人をこう抽出して、うん、ライバーさんがこういうの嫌だって思っているのがあったとして、それはリスナーさんから見たらこう大事にしていることかもしれないし、この関わり合いの中で一番こうベストなこう状態っていうのは何だっけってことを考えていくのが、うん、コミュニティサービスだからこそすごい大事なことなのであって、うんうん、個人っていうものに価値とか本質があるのではなくて、その個人同士の関わり合いのコンテクストそれそのものにこう価値があるっていうふうに感じて、うん、いて、それを大事にしてるからっていう感じですね。だからチームの議論でも、うん、はいはい、この人は多分こう思ってるかもしれないけど、この人はこう思ってるかもしれないっていう議論もするんですよね、はいはい、でそれもセットで一番大事にするっていう感じ、うん、ゆえの難しさ
もうやっぱありますよね。もうずっと言ってて申し訳ないんですけど、僕もサービスやっぱ作ってた時があるんですけど、これほど難しいサービス ないというか、まあ、それより面白さもあるんですけど、そうですね、多くのユーザーさんにこう、うんうん、使っていただいて、こう今こうやってこう伸びてるじゃないですか。うん、なんかその背後にあるこう大事にしていること、うん、こう運営としてこう大切にしていることとか、うん、何か他にこうあったりしますか。売上の話をしないとかはよく大事にしていることで、チームのメンバーから聞くんですけど、はいはいはい、実際うちのチームそうそうそう、どうやって意思決定してるのみたいなのって、プロダクト作ったことある方とかチームで働いたことある方だったらみんな気になると思うんですよ。とはいえ出てきちゃうっていう、まあ、そうですね、そうですよね。売上を追ってないの2つ理由があって、うん、はい、1つは我々がこうプラットフォームビジネスであるっていうことなんですよね。プラットフォームビジネスのビジネスモデルって、まあ、長期的にこう積み上げていって少しずつ最終的なポテンシャルが一番高いことっていうのが、まあ、すごい大事なところで、例えばこの1年とか3年とかで売り上げを上げることってなんか別に重要じゃないと思っていて、その時になんか売り上げ目指しちゃうと、こうチームが取る最適行動ってこう今あるこのユーザーさんからいかにお金を払っていただくかってことを考えちゃう。でもそれだとその最終的なポテンシャルを上げる行動には結びつかないから、なのでやめているって感じですね。わけのわからない複雑なこのコミュニティとかコミュニケーションの価値っていうものを我々は扱っているのだから、それを変に単純化したりとか定量化したりせずに、それをそのまま見て、それぞれ全然違うコミュニティなんだっていう、この多様なあり方をちゃんと把握 しなさいよってことを言ってコミュニティファーストって言ってるし、ね、相当コミュニティのリアルな状況をキャッチアップしなきゃいけないです。そうですね、運営としてそのどのようにこうチームメンバーが具体的にそのコミュニティの状況をキャッチアップするようにしてるんですか。やっぱりまずサービスを触るっていうことがまずあって、はい、まあ、とはいえうちのチームってすごいイリアムのこと好きなメンバーが多くて、うん、確かにメンバーもやっぱ一ユーザーさんだし、はい、すごくこう触れてるので、なんかそこはすごく自然にできてるっていうのがありつつ、うんうんうん、あとはやっぱりそのユーザーヒアリングとかは年間200件ぐらいは多分やっていて、ね、昔はよくオフ会とかをやって直接ご意見いただいたりとか、CS とかも含めて、あと Twitter とかも含めて、まあ、もう全部見てますし、そこら辺の情報をどういう風に流通させるといいのかっていうチームにっていうことを、まあ、考える専門家とかがいたりします。へえ、そんな人いるんですか。チーム内はみんなプロダクトが好きだしユーザーさんのこと好きだから、うん、それぐらい触るってなんか自然だと思うんです、うん、かもしれないんですけど、なんかそうではないステークホルダー、はいはいはい、その株主とかの方になんか売り上げを上げないってことをどう説明してるのかとか、提案されることもあるはずじゃないですか。売り上げとかもっと今おったらとかないんですか、そもそも全く。売り上げは見てませんとか言いませんよ。そうですよね。まあ、このサービスが DNA に1年前にこう150億円ぐらいでこう買われてた時にグループ入りしたいって思った理由なんですけど、僕らが考えているこのサービスの伸ばし方とか、すごく本質的な価値を突き詰めていくことが大事なんだって考え方、コミュニティファーストだったりっていうのをやっぱすごくこう、まあ、経営陣にご理解いただいていたっていうのが、うんうん、やっぱりこう DNA のグループ入りしたいなって思った、まあ、すごく最大の理由なので、事実この2年ぐらい、まあ、四半期ベースで見るとずっと伸びてるから、そうですね、っていうのはありますね。もちろんその現実的なところで売り上げとか利益みたいなものはその手段として折り合いをつけていかなくちゃいけない、存在に扱っていいってわけじゃなくてすごい大事だと思ってるんですけど、やっぱ根本に何を大事にするかっていうのは、まあ、結局思想の問題だと思います、ね、みんなライバーさんリスナーさんみんなこう、うん、素敵な方ばかりだと思うんですけど、うん、中学さんが今お話できる範囲で、うん、価値が届けられた瞬間みたいな話をちょっと、一番自分が印象に残っているのはサービスの初期の頃に、まあ、我々も、まあ、当時やっぱり、まあ、世間から見たらいかがわしいベンチャーでなんかよくわかんないサービスやってる存在だと思うんで、うん、そんなに VTuber ってものがこうめっちゃ認知されてるわけでもないっていう時に、とにかくその配信してくれる人を、まあ、すごく頑張って探してた時期があって、まあ、声優 の学校に通われてる方とかにもぜひ配信しませんかみたいなことを、まあ、直接こうお願いしていった、うん、ことがあって、はい、こうまあ、学校の許可が下りてうちの生徒に配信していい させてもいいよっていうふうに言ってくれたことがあって、うんうん、で、まあ、その生徒の方と面談するわけですよ、はい、まあ、その方は結構、まあ、ものすごく
構上がり症 でコミュニケーションがすごく苦手 で面談の時に部屋に入るなりもう緊張のあまりもう号泣しちゃうみたいな感じで、朝配信の時に同じようにこう上がり症なんで緊張して最初から号泣 で、はい、めちゃめちゃ事故ってるって思ったんですけど、でもなんかすごく不思議なことに、なんかそのキャラクターでめちゃめちゃ号泣してるのを見た時に、その純粋な心配の気持ちとかすごくその枠では湧き上がって、で逆にこの初配信でいきなり号泣する人っていないから、あこれ何なんだろうってみんなでなって、実は自分はものすごく上がり症でっていう話とかを、はい、でみんなでこう慰めてくれたと。キャラになるっていうことのなんか価値をその時すごく感じた話なんですけど、でそれが終わった後にその面談した時のことがやっぱり忘れられなくて、はい、めちゃめちゃ号泣されてましたけど大丈夫でしたかって聞いたら、はい、そう生まれて初めてこう声が可愛いって言ってくれたと。あ こんなにこの人から褒められたりとかすることはほとんどなかったと。なんかそれをこう聞いた時に、なんかものすごいこうこのサービスの存在価値みたいなことをやっぱ感じて、もういきなり号泣するなんて個性以外の何もでもないと思うんですけど、うんうんまあ、それがその変な人みたいな見え方じゃなくてキャラだからこそ、まあ、すごくそれがキャラになってるっていうのをやっぱ感じたんですよね、うん、誰にでもこう可能性っていうのがあって、うん、でそれの見方をこう我々のサービスで変えてコミュニケーションの価値をその高めるような、まあ、魔法のフィルターみたいなものを入れてる、うん、やれてるんだってことをやっぱその時にすごい感じたエピソードでしたね。その人も話すのすごい苦手な方だったんですけど、はい、リアルのその人もすごい生き生きして、うわーめちゃくちゃデライトやんこのサービスっていうものが人を変えるっていう可能性をその時に感じましたね。インターネットが発展することによってこう人の居場所をこうやってこう作ってる一方で、まあ、同時にこう孤立とか不安も生んでるみたいな問題提起ってずっとされてると思うんですけど、そこにおけるイリアムの位置づけ、まあ、今の話を踏まえてもちょっとまあ、違うんだろうなと思ってるんですけど、はいはいはい、なんかどういう風に捉えてますか？なぜその孤立とか孤独感とか、うん、なんでこんなにもつながっているのに我々はなんか幸福にならないんだろうってことを考えた時に2つ理由があると思っていて、で1つはビジネスモデルの問題 でもう1つが非同期のコミュニケーションの問題であると思っていますと。ビジネスモデルでいうとやっぱ SNS っていうのは基本的には広告モデルを引きずっているこうビジネスモデルで、そのプラットフォームを作るその運営会社は何を考えるかっていうと、なるべく広告に人々をアテンションすることを考える。でそのアテンションするためのツールとして人間関係を利用していくっていう風に、アルゴリズムがどんどん発達していくと。人間にとってコミュニティとか居場所ってすごく本質的なので、はい、なんかこの仲間からハブにされてるんじゃないかっていう不安感だったりとか、こう情報を追ってないとなんか取り残されてしまうんじゃないかっていう感覚とか、いろんな方法で我々の意識アテンションというものをそのプラットフォームにずっと取られるようなふうに発展していくと。でその中で質のいいつながりとかっていうのはやっぱ難しいよねって思っていて、これはやっぱビジネスモデルっていう株構造が与えてる体験だと思ってるんですよね。でもう一つが非同期のコミュニケーションで、こう温かい関係とか信頼関係って、まあ、こうやってリアルタイムで話して、はい、でその中でこう作っていくものだと思っていて、テキストコミュニケーションだとこの絵文字のニュアンスはどういう意味なんだろうみたいなとかこの既読がつかないけどなんでなんだろうとかってやっぱ思っちゃう。不安感がどんどん増していっちゃう。やっぱこの2つがそのインターネットが普及すればするほどロッカーだったりとかをみんなが感じてしまう原因だなっていうふうに思っていて、でその時にこのイリアムっていうサービスとか、まあ、我々はソーシャルライブって呼んでるんですけど、そのサービス群っていうのはそもそもビジネスモデルっていうものがギフティングっていうものを自分が他人にとかコミュニティに対して価値を感じた時にお金を使うっていうビジネスモデルであることであるし、やっぱそのコミュニケーションも常にライブでリアルタイムで、もう毎日毎日同じ空間、同じ時間を過ごし合うようなこう体験のビジネスで、その時にこう我々のサービスっていうものの持つ価値観がそのこれまでの SNS とかの世界観とは、まあ、ある種アンチテーゼになっていくんじゃないかなっていうのはすごく思います、ね、なるほど。このチャンネルをご覧になっている方がこれから事業を作ろうとかプロダクトを作ろうと思った時、なんかトピックに着目するとメタバースの思想にとか文脈にイリアムが位置づけられることとかってなんかありそうだなっていうふうに思ってたんですけど、はいはいはい、まずそのオンライン上に人間のこうアイデンティティだったりとか持っているとも意識みたいなものがずっと移行し続けていて、でそれがより深くなっていくっていう流れ
はものすごい大きな、なんだろう、スパンで見た時に、まあ、ずっと進行していることだと思っていて、でその渦中に例えばセカンドライフとか MMO とかもっと言うと SNS とかも多分そうだと思うんですけど、まあそういうのがあると、まあその大きな流れがずっとあり続けるよねっていうのがまず前提として大事なことだと思っていて、メタバースが来るか来ないかみたいなことを考えた時に、我々の実態がオンライン上に行くことはより進んでいくだろうってまず思って、うん、ますと、うん、その文脈で言うとイデアもやっぱそこに位置づけられていて、はい、まあ、みんながイメージするメタバースとの違いで言うと、みんなこう 3D 空間でアバターみたいなのがあって、はい、そこでいろんなことやるっていう風にイメージしてると思うんですけど、トピックっていう意味で言うとこの概念が大事なのではなくて、そこで人が何に価値を感じてどういう営みをするのかっていうのが基本的にすごく大事なことだと思っていて、最終的にはなんかそういう 3D 空間みたいなのにこう全部統合されるのかもしれないですけど、でもなんかそこの議論がやっぱ欠けてる。でその時にやっぱイリアムっていうのはさっきから何回も言うように、コミュニケーションとかコミュニティの価値っていうものが人間にとってものすごい重要だろうと、でそこにこう 3D 空間っていうのは別に必要ないだろうっていうふうに思っていて、まずその価値っていうものをちゃんと作るところから始めていって、もしかしたら最終的に 3D 空間になるかもしれないけどっていう、なんかステップの問題かなっていうふうに思って、やっぱり数百歩先の概念に注目しがちだけど、そうではなくてその半歩先をユーザーさんと一緒に現実を歩み続ける、そういう位置づけなのかなっていうふうに理解しました。そうですね、解釈しました。じゃあオンラインでその物を買うことだったりってかなり前とかだとなんか怖いっていう感じだっただろうし、はい、例えば Netflix にサブスクリプションで毎月お金が取られるって5年前とかにおばあちゃんに聞くとなんか怖いみたいなこと言うと思うんですよね、はい、でそれはそのお金の使い方とか価値とかあのオンラインに対するリテラシーっていうのが、うん、やっぱ少しずつしか進んでいかないので、そのフェーズそのフェーズで必要なサービスっていうのがあって、そこでリテラシーを育んで、それがまた次のサービスになってっていう、なんかその順番が大事。なるほど。今イリアムがこう伸びてマーケットとして伸びてるのは、このイリアムみたいなサービスの性質が、次のリテラシーとしてこう開かれていってるからっていう感じですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？めちゃくちゃ面白かったです、うん、まあ、全部面白かったんですけど、未来のこう概念的な予測じゃなくて、ユーザーさんと共に薄皮一枚の仮説を積み上げて価値を作っていくみたいな、その位置づけの話とか、うん、すっごい刺さりました。今後も事業家の DNA では、事業家を目指す人や就活生に向けた動画を発信していくので、チャンネル登録、そして動画の高評価、そしてこういった企画やってほしいということがあればコメントもお待ちしております。今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。新しい文化の担い手って既存の価値観から見た時に何なのかよく分かんない、半端な気持ちでやっちゃダメだなって思う瞬間がやっぱすごくあって、イデアムで生きてる人がいて、この人たちを守りたいっていうのが一番